皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間第2部であります。第1部で申し上げましたように、石破総理が掲げる理想というもの、これがですね、いよいよ実行される。そういう時、あるいはそういう環境が整ったというふうに申し上げましたが、その環境とは何かということからお話をしようと思っております。まず第一のですね、石破総理が掲げるアジア版 NATO なんですが、これはアジアにですね、集団相互安全保障条約というものをこのアジアに構築したいということなんですね。アジア版 NATO ですから、今 NATO とは何かというと、北大西洋条約機構という名前なんですが、加盟国が確か30カ国か31カ国か、今度スウェーデンかどっか加わって31カ国になったと思うんですが、この加盟国31カ国のうちの一つ、一カ国でも敵からこの攻撃をされるというような事態になるとですね、残りの29の国が全部ですね、自国が攻撃されたと同じようにですね、その一カ国に対する敵に対して、この安全保障行為を取るという。まあこれが NATO の規約の中の確か第5条だったと思うんですが、第5条にですね、加盟国の1カ国のが侵略を受けた場合は、他の国もそれに対して安全保障行為をすることを義務付けられてるんですね。だから、この NATO に加盟していると非常にまあ安心というか、安全が保たれるということになるわけですね。まあ、それと同じようなものをこのアジアに作りたいというのが、石破総理の、まあ、理想の一つであります。で、これがですね、なぜ実現可能になってきたかと言いますと、ご存知の通り、中国が南シナ海とか東シナ海、まあ東シナ海では、年がら年中、この尖閣諸島にですね、いろいろ軍事圧力というか脅威、が、もうそれこそ四六時中と言ってもいいぐらいあるわけですね。南シナ海でもですね、フィリピンからインドネシアからオーストラリアからですね、その辺がですね、常に今中国の軍事的侵攻の脅威にさらされているということで、それに対して、この対処、それぞれの関係国が一つ一つ中国とですね、対処しても、なかなかこの力関係、いろんなことがあって、これがうまくできないと。その中国、仮に中国が不当に侵攻してきた場合、それをこの跳ね返すというのも、いわゆる軍事力の上から置いて非常に難しい。ね。あるいは政治的交渉においても難しい。だから、被害国とするならば、被害国と加害国の中国と二つの間で話し合っても埒が明かないということがずっと続いてきてるわけなんですね。したがって、この被害者、被害を受けてる国が全部、この NATO、という、いわゆる集団、安全保障条約というのを結べば、一カ国が中国からこの侵攻を受けたら、残りの国全部が中国に対して、この安全保障行為を取るということになると、今、難しいことが難しくなくなってくるという。今、ちょうどそういう中国の脅威をそれぞれの国が受けて、なかなか解決できないという現実があるわけですね。だから、これを解決するには、アジア版の NATO というのが必要ではないかという石破総理の発案なんですが、これはまあアジア、フィリピンその他いろいろ中国の脅威を受けている国々、あるいはこれからも受けるだろうという国々、そういう国々が一つにまとまる可能性は非常に高いと思いますね。それからもう一つはこの安保、日米安保の改定なんですけども、これは今までですね、日本で議論されたことはほぼないんですね。つまり、石破総理が一人で発言していることであって、これが国会であろうと、あるいは、このマスコミの世界でも、この日米安保改定、日米地位協定の改定ということはあまり議論されてないというよりもですね、あまり問題にされなかったんですよ。うん、でなぜ問題にされないかというと、それは不可能だから。ね。できないことを議論しても始まらないって、これは当たり前の話ですね。ですから、まあ、議論されなかった。しかしながら、ここでですね、なんかマスコミ、一部のマスコミに言わせればですね、日米安保の改定は唐突だというような言葉を使ってますが、それはまあ、マスコミとして少し認識が足らないというか、甘いなというふうに私は思うんですが、
今ですね、もうすでに岸田内閣の時に3文書改定というのを2022年の12月の閣議でですね、岸田内閣は3文書改定というものをですね、閣議決定して今実行されているわけなんですよ。で、これ3文書改定というのはですね、まあ日本の防衛指針にあたる国家安全保障戦略という文書といえば文書ですが、規約があるんですよ。ね。で、これが一つ。それからもう一つはですね、やっぱり国家国防戦略っていうのがありまして、こういう規約がありまして、これはですね、まあ目的を達成するためにどうしたらいいからということ、これが謳われているものなんですよ。それからもう一つはですね、やっぱり目的を達成するために自衛隊の組織はこれでいいのか、組織のあり方を変えなきゃいけないんじゃないか、装備も変えなきゃいけないんじゃないか、それにはどれだけの予算がかかるんだというようなこの問題。この指針と戦略と、それから実際に実行するために自衛隊がどういうふうに変わらなければならないかということ。これをですね、閣議で決めたわけなんですよ。で、その目的達成ということなんですが、目的達成とはですね、敵地先制攻撃能力を自衛隊に持たせるという、これが目的なんですよ。そのためには、だからその敵地先制攻撃能力っていうのは憲法でですね、専守防衛、ね、戦力これを持たず、抗戦権持たず、抗戦権認めずと、こうなってんですから、この憲法9条の中でですね、自衛隊に敵地先制攻撃能力を持たせるということは、憲法の指針の正反対なんですよ。しかしながら、その議論は全くなくですね、今日まで岸田政権、2022年で決めた、この3文書改定がどんどん実行されている。つまり一番大事な指針はですね、専守防衛ですから、それが敵地先制攻撃能力。ね、変わったわけですから、指針が大きく変わったわけですよ。それから今まで全部受け身型の兵器だったものが、今度は攻撃型の兵器になる。パトリオットで、迎撃ミサイルが今度はトマホークという攻撃型のミサイルに変わるという、こういう戦略の変化もあるわけですよ。で、そうすると、今までかかっていた防衛関係、防衛受け身型の軍備で、GDP1 兆円だったのが、今度は攻撃型の装備ということになってくる、装備、兵器、その他、諸々になってくると、今度は GDP2% にならなきゃいかないということで、また 2% になってるわけですよ。ということはですね、もうすでに岸田内閣の段階で、この環境をですね、いわば日米安保を改定するっていう環境がほぼ整ってるわけなんですよ。そうですね。で、さらにですね、岸田内閣の時に、これから憲法9条に自衛隊を明記するということもですね、謳われて、これから、まあ、岸田内閣の時はできませんでしたけども、石破内閣になると、この憲法に自衛隊を明記するということは実行されるでしょうね。どういうことかって言いますと、今憲法はですね、前文と1項と2項から成り立ってるんですよ。で、まあ、2項で、戦力これを持たず、抗戦権これを認めずと、まあ、こうなってるわけなんですけども、そうするとですね、3項というのを設けて、ね、国連憲章51条にですね、個別的自衛権というのが保障されてるわけなんですよ。これはもう普遍的な自衛権だというふうに解釈されて、まあ、どこの国にどんな憲法があろうと、それを超越して、個別的自衛権というものが認められるんだと。それは、どんな国でも国である限り、その国の権利なんだということが、国連憲章51条で、まあ、謳われてるわけなんですね。だから、それに基づいて、第3項に、自衛隊が、ね、日本の世界で認められた普遍的な権利、ね、自主、個別的自衛権、ね、これを、この、守る。そして、それを、実行するに十分な実力、実力体、これが自衛隊だっていうことを憲法に明記するっていうんですよ。うん。ね。で、そうしますとね、何でも条文っていうのは後からできた方が優先権があるんですよ。昨日までこういう法律があったけども、今日こういう法律ができましたって言ったら、今日の法律が重要なんです。今日の法律が有効なんです。その前の法律は、まあ、無視するかどうかは別として、とにかく新しい条文が優先なんですよ。したがって、これから、この自衛隊を、この憲法9条に明記するということによって、第2項で戦力これを持たずとか、抗戦権これを認めずとかいうことの後に、この個別的自衛権という日本国のこの権利、ね、これを守るために自衛隊が存在するんだということをここに明記するっていうんですよ。これでいいんです。そうすれば憲法改正しないで、今言ったような3文書改定、自主防衛、ね、そして今まで、まあ日米安全保障条約の中において、まあアジアで危機が起きた場合、ね、日本は
アメリカが日本の安全のために先になって戦って、自衛隊は後からついていく。すなわち、矛と盾という関係が今までの日米関係の原則なんです。自衛隊と米軍との関係は矛と盾の関係。これが原則だったわけですね。うん。それがですね、今度は自衛隊と米軍が共同で指揮権を持つということが決まって、今、いろんなところで自衛隊と米軍と訓練、演習やってますけども、これは共同指揮権のもとにやってるわけですよ。もう現実にそうなってるんですよ。ね。すると自衛隊と米軍とが肩を並べてきてるわけですよ。今までは後方支援だった。そういうふうに環境が整ってるんですよ。そこで、総理が自主防衛。ね。そして、これ、憲法、日米安保を改定しないと。日米安保は、米軍とその自衛隊がこの平等じゃないんですよ。だけど、これはアメリカの望むところでもあるんですから。ね。今、日米が共同指揮権のもとに、アジアのこの秩序を守るということはですね、アメリカの望むところなんです。前はそんなことは望んだ、今望んでるんですよ。ね。ですから、総理の理想、前は相手にもされなかった。ね、無視されてきた。その理想がですね、今、おあつらえ向きになってきたということなんですよ。ね。ここのところが非常に重要でありまして、岸田内閣、ね、今まで反主流派だったんですが、ここでですね、主流派になった途端にですね、石破総理の今までの理想というものが、これが実行される、そういう環境が整った、ね、石田総裁おめでとうございますというお話でございます。